おはよう。おはよう。ひまわりさん、おはよう。おはよう。犬さん、おはよう。おはようございます。チューリップ、おはよう。おはよう。クマさん、おはよう。おはよう。クマさん、おはよう。おはよう。おはよう。青年って言ってなーに。テネンビって優しい、山に優しい。山が、アルムの山が私に話しかけてるわ。テネンビって何？経済的。テネンビやと減税の対象になるからめっちゃ経済的。テネンビって何？テネンビって言うてるって。山の、俺が山で分かるわけない。山、テネンビのこと俺山やから知らんって。そんなに。テネンビって何？何言うてんの。もうちょっと燃費の話で。燃費系って。燃費系、燃費。俺が言うてるやん先に。もう山先行で言ってるやん。山先行って何？いやいや、山先行って俺が言うてんねん。だから俺が山びこになってないやん。もうちょっとシングルだもん。やる気のないアルムの山彦にハイジは何度も同じことを聞き返しました。ハイジが聞き返している低燃費とは一体何なのでしょうか。分かる人手挙げてほしいんだけど、ね、はい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 、うん、そこの君、うん、うん、あ、そう、あ、そうなんだ。じゃあ次分かる人。次、はい、うん、ね、そう、ね、燃費がついてんの、ね、すごいね、それ、ね、テネンビって何？じゃあそこのおまずら、お前だ、うん、あ、そうなんだ、あ、そう、俺もそう思うよ。テネンビって何？ね、言葉がわからないヤギや勉強が苦手なペーターでは低燃費が何なのかさっぱりわかりませんでした。低燃費とは一体何なのでしょうか。結局のとこ低燃費って 何？低燃費って何？おじいさん、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 ずっと聞こえとるって。低燃費って何？低燃費って何なの？なんじゃ急に。CVT って何？何？何が？CVT って何のこと？何を言っとるかわからんよ。何？ CVT？ D？ バックの話してんの？違う！何の話？テネンビって何？ CVT って何？何？何？やめて、もうやめて、本当やめて。頭痛くなるから。おじいさん、やっぱり頭痛くなるよ。そんなこと言われたら。おじいさん、バカ！言葉の暴力って言うんじゃよ。
おじいさんは山の、はい、山の男でしょ。山の男は何でも知ってるって言ってた。わからないことはおじいさんかもみの木に聞けば何でも教えてくれるって言ったわ。言ったそれ。え、本当にわしが言った言葉。言った。おじいさんは嘘つきなの。違うよ、本当つきよ。本当つきって何。もうや、おじいさんは山一番の嘘つきだわ。だって知らんもん。ちょっと頭痛いって。やっぱりそんな大きい声出されたら。何でも知らん知らん言う。ちょっと困った、ね、定年日から言っていい。定年日じゃろ。定年日ってなんか聞いたことあるけどな。あの山のふもとのばあさんが一回だけ過去に定年日って言ったのを聞いたけど。じゃあ何。俺いっぺん下ってみる。山下ってばあさん聞いてみる。下る。一緒に聞いてみる。聞く。行く。行く。行く。そんな騒がんといて。本当頭痛いから。行く。ヤギ乗る。ヤギ乗ってみる。ヤギ乗ったらぺちゃんこになる。その声ちょっともうやめてくれんか。本当にこの声地声だから仕方ない。おじいちゃんのバカ。つんざくんだよ。つんざくんじゃよ。つんざくって何。ハイジの大きな声が頭を駆け巡っているおじいさんはその後も定年日という言葉に悩まされ続けました。おじいさんを悩ます定年日とは一体何なのでしょうか。だって知らんもん。ちょっと頭痛いって。おじいちゃん、大きい声出されたら。めえめえ、ちょっと困った。めえ、ちょっと一回落ち着いていい。定年日って何。わーすごいごちそうね。ありがとう。私おじいさんが定年日とか CVT を知らなかったことなんて全然気にしてないわ。本当。超嬉しい。ありがとう、ハイジ。奮発したハイジのやつ、これでわし許してくれるじゃろうって。しかし結局定年日とか CVT とかよくわからんよ。なんだ山にえらく重要なことだとハイジ言っとったけど、わしそんなんちっとも知らんし十分生きてこれたもんね。そんなちっとも知らんかったわし。そんなん知らんくてもハイジがまあわし嫌わなければそれでいいと思う。うん、いいか。まあいい。いかん、全部舐めてしもた。すいませんすいません。それ同じの一本ちょうだい。ああ疲れたて。本当に今のわしの頭の中全部定年日じゃって。何それ定年日って。人か物くらい知りたいけど分からんし、そんな山に重要なことならわしが知っててええはずじゃけど知らんし、見たことなければ聞いたこともないし、綺麗なのか汚ねえのか、あら、うん、辛いのか甘いのか、甘いのか。あ、ごめん、また舐めてしもた。また、うん、それください。うん、飴が好きで。はい、そんな顔で見んといて。うん、は、全くもう定年日め、どうしよう。定年日すごいちらついてきた。もう どうにかなりそう。わし全くじじいと思って舐めやがって。定年日のやつ舐めるのも大概にせ。あ、ごめん、舐めてしまった。全部飴好きのじじいがそんな珍しいのか。貴様一本でいいんじゃ。そんなまとめて渡すな。一本ずつちゃんと舐めたい方なんじゃ。性格出るんじゃ。わしどうせ来る、また来ると思うな。来るとかそんな言うな。ほう、ちょっといい加減しんどい。もうしんどいなってきた。定年日のこと考えるからこんなことになってもった。もうそんなことを忘れて他のこと考えながら、あ、もう腹いっぱいで死にそう。もう CVT も知らない、定年日も知らない、雨すら買えない、買っていけない。そんなじじい見捨ててハイジがまた
フランクフルートへ逃げてしまったらわし、どうしよう。ハイジがまたいなくなってしまわないか不安になってしまったおじいさん。おじいさんを不安にさせる低燃費とは一体何なのでしょうか。低燃費って何じゃ。
どうしてくれんのこの感じ。行くの、もう行かないの。低燃費を探すため急遽フランクフルトへ向かうことになったハイジ。因縁の地フランクフルトで本当に低燃費と出会うことができるのでしょうか。お嬢様、聞こえてますよ。フランクフルトはどれぐらいで着くの？そうですね、だいたい。まだ出発したばかりじゃない。一緒に読書とお人形遊びと、あと何回かして、何回かしてればすぐに着くわよ。本当楽しみだわ。着いたらクララの家でたくさんの低燃費を見るのよね。そうね。それが終わったらすぐ近くの公園に行って蝶々を取るのよね。ハイジは本当に蝶々を取るのが好きなのね。うん。おじいさんとチョウチョどっちが好き？そんなに悩むならいいわ。どうでもいいけど、外であなたのおじいさんが走ってるわよ。え？ほら。あ、おじいさんだわ。こんなところで何してるのかしら。おじいさん、おじいさん、何してるの？ハイジー！はい、はい、ハイジー！おじいさんだよ。戻って、戻ってきて。戻ってカムバック、戻ってカムバック、カムバックなんじゃよ。何も言わないで出てったらおじいさんが悲しむでしょうが。まだおじいさんが悲しんでる途中でしょうが。わかる？フランクフルトなんてもうあんなところに行ったら大変なことになっちゃうんだよ。ハイジ、ハイジはアルムにいる方がいいんだよ。帰っておいで。クララ、おじいさん何してるのかしら。よくわからないけど必死な顔して何かを訴えてるみたいだわ。聞いてください、ハイジと話がしたいんです。話を聞いてください。話よ、話。あ、花。話よ。え、お嬢様、鼻毛を抜いてくださいとおっしゃってるようですよ。え、鼻毛を抜いてください。ほら。あら、やだ。ハイジ、あんたちゃんとおじいさんに鼻毛出てますよって言ってあげなきゃダメじゃない。きっと何十年も放置したまま気づいたら予想以上に毛が溜まってたんで、恥ずかしくな、恥ずかしくさ、恥ずかしさからまた、恥ずかしさからたまらず助けを求めに来たんだわ。ヒゲか鼻毛かわからないだったら多少リスクを負ってでも鼻毛出てますよって言ってやなさい。おじいさま、おじいさん、おじいさん、おじいさん、我々ではどうすることもできませんので、そちらで処理していただけますでしょうか。鼻毛を処理するにはそれ専用のハサミですとか。何？何も聞こえよ。あ、あの、いいからとりあえず一旦止めてください。止めて、おじいさんの一緒のお願いです。止めて、止めてよ、止めて。バイバイ、バイバイ、はい、バイバイ、また一緒に遊んでね。ボケ、バイバイちゃうわ。止めてって、これ止めてっていう意味、これ止めて、止めて。あ、そうだ、わしが苦労の末麓の村で買ってきたベロベロキャンデー、これさえあればハイジはわしに釘付けなんじゃって。どうじゃハイジ、ほれ、窓開けたら褒美にこれやるぞ。どうじゃハイジ、ほれ。チョコもあるわよ。うん、おいしい。くそー、行かないで考え直すんじゃハイジ。きっと後悔するぞ。後でまた帰りたくなってもすぐに帰ってこれなくなるんじゃよ。その後おじいさんは1ミリたりとも窓を開けてもらえず、悲痛な叫びをハイジに届けることが叶いませんでした。それでも諦められないおじいさんは、ただひたすらフランクフルトを目指して走り続けるのでした。ハイジー、ハイジー。低燃費ってな
きな声。相変わらず育ちが悪いわね。どうかしたのか。ガチャガチャやかましいわね。どうしたのクララ。ハイジ、クララがお屋敷に定年日がたくさんあるって言ってたの、どのお部屋に隠しているの。定年日知ってる人。定年日っていうのは、お日様の下で何かお魚を干す。ロッテマイヤさん、それは天日干しです。天日干し。それは天日干しだ。それは天日干しだった。ロッテマイヤさんがそんなことでどうする。ああ、どうした。寝るときに心地のいい枕だ。それは低反発の枕だ。低反発の枕。低反発だ枕。私はそれを低燃費と今。お前は今低燃費のことを低反発と間違えているんだ、ロッテンマイヤー。低燃費って何？低燃費というのは定年退職した。定年退職です。それ定年退職だ、ロッテンマイヤーさん。それはセバスチャン、あなた答えてあげなさいよ。テネビといえばそうですね。適当に振るのやめてください。私も知らないんですよ。セバスチャン嘘つくな。嘘つき嘘つき。見たことあるんだろてめえ。出ていけお前は。テネビって何。あの経験値っていうのは。経験値。あなた今経験値とおっしゃいましたけど。経験値の話してんの、ね、いや経験値。いや経験値。ロッテマイヤー。テネクソババ出てくんじゃないお前。クソババ。お前周りでクソババって言われてる。全然気づいてない、ね、言われてません。私はババアじゃありませんよ。うるせえお前。ハイジ、どうやらうちの者は誰も定年日を知らないようだよ。クララは見たことあるのかい。知らないわよ。定年日見たことない。え、クララは定年日がお屋敷にあるって言ったわ。言ってないわ。あんた言ったの。言ってない。クララ相撲ばっかりね。じゃあ嘘つけ。あなた嘘つきよ。あんた嘘つくだろ。私違う。あんたよ。あなたの声うるさいよ。言ってないわ私。おかしいね。言ってることが食い違ってるようだよ。ハイジが聞き間違えたのよ。定年日ないの。定年日がないとなると、ハイジは一体ここへ何しに来たんじゃ。お前確かにね。ずっと探してたものが見つからないなんてなんだかかわいそうだね。この際アーデルハイドを山に返してあげた方がいいんじゃありませんか。明日の朝には着くと思いますが。よっセバスチャン。ここは一つ我々で力を合わせてハイジを返してあげようじゃないか。この痛いけな少女をみんなで救ってあげようじゃないか。みんなの優しさを示そうじゃないか。私もついて行ってあげるから一緒に帰りましょう。早速アーデルハイドを山まで送ってあげなさい。かしこまりました。かしこ。どこかで聞いた。ハイジ元気でな。またおいで。あれお嬢様、もし定年日が乗り物だったらどうします。何する。そんなわけないじゃない。例えばの話ですよ。じゃあ食べ物だったらどうする。食べたい。ドライブスルーでもします。スルースルーする。スルースルさ、また一緒にチョウチョウ捕まえよう。また手紙でも書いてくれて。バイバイ。バイバイ。さようなら。さようなら。さようなら。クララ。久々に訪れたフランクフルトでしたが、ハイジは残念ながら定年日を知ることができませんでした。山の人にも町の人にも動物たちにもお友達にもわからなかった定年日。でもハイジがもっと大きくなったらきっとわかる時が来るでしょう。ハイジを迎えに来ました。どなたですか。
恩師です。お入りください。ありがとう。早く開けてよ。恩師迎えに来たよ。開けなさい。寂しいよ、一人でずっとこんなことやってて。テレビって何じゃ。